はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、柏に来ております。というのも地元のうまいお店を探そうということで、僕もね普段からお世話になっております柏にございます師匠さんにねご紹介いただきまして、今回はこちらのお店に訪れております。師匠の店主さん飯島さんでございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。で、本日訪れたお店がですね、中華そば宮間さんというお店でして、こちらのお店はですね、まあ名前の通り、まあラーメン等も提供しているのですけれども、何よりもね、レバーが人気ということで、世界一のレバニラでしたっけ？世界最強の。世界最強のレバニラ。というメニューがありまして、はい、1日50食限定ですよね。そうですね。っていうところで、もうめちゃめちゃ人気メニューがあるらしいんですよ。なので今回はですね、その世界一最強の、ね、レバニラと、まあ、今の、ね、レバニラ丼なんかもいただきながら、ちょっとね、師匠さんと楽しくご飯を食べていければと思います。ありがとうございます。いただきます。いただきます。うっげえ、これか。ありがとうございます。いや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 、これやばいやつっすね。これやばいっすね。やばいやつっすね。こちら世界最強のレバニラでございますね。できたていっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、はい、いただきます。いただきます。ちょっとこのレバー厚みがすごいですね。すみませんこれマジでうまいんですよ。マジでうまいんですよ。やばい。これいただきます。なにこれ、うまいっすね、これマジでうまいっす、これ出来たてやばすぎます、これ。うわ紹介してもらったからとか、そんな忖度なしでやばいっすね。そうなんすよ、そうなんすよ。なにこれ、食ったことない、こんなレバー。いや、マジうまいっすね臭みゼロですし、でしかも火力もあんなに強く、もう火が上がるぐらい炒めてるのに水分全然飛んでなくて、パサパサ感が一切ない。そうなんですよ。うん、まっ、なんとも言えないこの香りっていうんですか、うん、ありますね。これがお伝えできないのがマジで残念ですね。そうそう、本当食べないと分かんないやつですよね。あーす、あーこれはマジうまいです。うん、これマジ間違いないやつ。これ間違いなく、あの僕の人生の中で一番うまいレバニラですね。ありがとうございます。こっちは味わい、うわこれ純レバうわこっちもうまそう。ちょっとですね、あの注文を差し出しておりましたこちら純レバ丼もね到着いたしました。いやこれちょっとね、出来たてでまず一口ですね。これ食べないと、卵、うわこれね、うわうまい涙出てくるうまさっすよ、うん、マジなんですかね、この弾力というか、張りというか、うん、すごいこの噛んだ瞬間、歯の跳ね返りがもうすごいんですよね。うわうまっ、これマジうまいっすよ。うん、これはマジでうまいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。フォアグラ食ってるみたいな。ごちゃごちゃ大垣いらないですよね、うん、なんやかんやみたいな、とにかくうまいんだよみたいな。そうそうそう、大垣はいらないですね。うん、あ、純レバもうまいっすよ、ね、うまいっすね、マジでうまい、うん、見ては伝わると思うけど、ほぼもう見た目フォアグラですからね、うん、これこれはやばいわ。またこの塩のネギダレが美味しい。そうなんですよ、うん、なんかここのレバーしちゃうともう食えないかもしれないですね、うん、普通のお店の方が、うんうん、ちょっと餃子も、うん、うまい。
うまい。チュンメラ。この餃子の野菜の風味すごいですね。下味も本当に優しくて。うん、うまっ。あ、ありがとうございます。うわ、綺麗。またこれチャーハンも届きまして、最高にうまそうですね。これは。あ、チャーハンもいい匂いしますね。うまそう。あ、うん。めっちゃうまいですね。これ。しかもこう優しくてこうじんわり系のチャーハンですね。うん。うん。うん。しっとりしてるのにちゃんとほぐれるんですよね。うん、またこのネギのアクセントがいいです。うん、うまっ。なんか全然手が止まんないですね。止まんない、止まんない。マジでうまいっす。うまい。何品か食べて思ったのが、塩分の濃さがちゃんとみんなバラバラで、何品か頼むとやっぱ普通秋とか来るじゃないですか。そうなんですよね。その緩急がすごくついてて、全然こうやっぱ手が止まんなくなっちゃう。そうなんですよ。ありがとうございます。このチャーハンにやっぱ醤油ラーメンとか合わせたいですね。もちろん単品でも十分なんですけど、なんかセットでやっぱこう食べたくなるようなラーメンスープとこう飲んで最高なんですね。もう一生の無限ループのやつですね。無限ですね。今日の撮影やばいです。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 これマジでやっぱうまいな。これ正直うん、僕がいくら食レポしても伝わりきんないと思うんですよ。うん、ぜひ食べに来てほしい。うん。うん、そうきたかっていう感じですね。うん、これうまいわ。いやうまっ。うん、なかなか脳みそにこうこびりつく味ってないじゃないですか。ないですね。もう一回食ったらもう忘れられなくなるんですよね。またこの脳みそに来る刺激もその花鳥の刺激じゃなくて、うん、なんかうまさの衝撃っていうか、もうちょっとこれ世界最強のレバニラと、うん、チャーハンと、うん、合うチャーハンと、うまっ、うん、なんだこれ。こんなにご飯で感動したの久々かもしれないですね。いや本当にそうなんですよ。本当に無になる。うん、うん、うん、なっちゃいますね。いやこれは、うん、本当これが地元の味でこれで育った子供たちは羨ましすぎますね。うん、やばいっすね。絶対家で焼肉やったら、はい、こんなのレバーじゃないって言っちゃいますよね。そうですね。ちなみに世界最強のレバニラが一応50食限定じゃないですか。はい、それがなくなったら他のレバーとかは作れなくなる。他のやつも目安で大体60食作れるっていうのもあるんですけど、やっぱ本当に食べたい方はオープンに行ってこのレバー味わうっていうのが一番安心な感じですね。うわーでも次カウンターでラーメンと一緒になんか食べたいですね。いいですね。いやーちょっと、いやーこういう幸せなご飯食べるとエンディングとか撮るのもちょっともう嫌になってきましたね。もういやちょっと体験したことない味でしたね。はい、あ、なかなか人伝いじゃないとここまでたどり着かないと思うんですよね。ネットとかにも出てないじゃないですか。いやそうですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございました。